皆さん、こんにちは、えー。令和4年度公認会計試験第2回担当式試験の、えー、全体の公表と、えー、全体の合格ボーダーの、えー、お話をさせていただきたいと思います。私、レック東京リーガルマイト公認会計士課の中島です。よろしくお願いします。それではですね、早速見ていきたいと思います。はい。 え全体の公表と合格ボーダーになります。えー、まず合格率のですね、予想ですね。今回の合格率の予想からちょっと入りたいと思います。 はい、過去のデータはこんな感じになっています。令和3年度だけコロナウイルス感染症の影響で、えー、1回しか実施されていませんが、えー、他はですね1回、2回と実施されております。今回は令和4年第2回です。願書提出者数が1万4958人ですで。過去のですね答案提出者の率をですね出して予測するとですね、 8975名。で、えー、合格者なんですけども、おそらく令和3年度のこの2060人に近づけるんではないかと私は予測しておりますので、えー、第1回目で1199人すでに合格されてますから、851人と、えー、そうするとですね、合格率は、えー、9.5%と、えー、私の方は予,定、えー、予想しております。 ではですね、まず企業法ですね。森村先生の動画の方もぜひ見ていただきたいんですけども、私の方で簡単に見ていきたいと思います。はい、正答可能性高12問、中7問、低1問でした、はい。正答可能性高は11から11問取ってほしいので、55点から60点が欲しかったです。中に関しては3問から4問。 15点から20点取っていただいて、定に関しては1問も正解しなくて OK ということで、企業ほど合格ボーダーは70から80点ということになっております。はい。2科目目、管理会計論です。正当可能性。高が8問、中が5問、定が3問でした。 で、高に対してはですね、49点の配点と予想、中に対しては30点、低に対しては21点の配点予想になっています。これに対してですね、8割、5割、2割というですね、正当率が必要になると予測されていますので、39.2、15.0、4.2という期待値ということになりますので、 管理会計論の合格ボーダーは58.4点となっています。二宮先生のですね解説動画もぜひ見ていただければと思います。3科目目、監査論です。はい、こちらはですね、草川先生の,あの動画の方とほぼ同じタイミングで今収録しているので、細かいところはですねそちらの方を見ていただければと思いますが、合格ボーダーは65点と。はい ちょっとですね、回答が、えー、各社割れているような部分もありますけども、まあ結果的にはですね、前回とほぼ同じぐらいのボーダーではないかということになっています。はい。最後、財務会計論です。はい。こちらは、えー、今、影山先生が動画収録されてますけども、合格ボーダーは126から134点ということになっています。ちょっとね、えー、液化してるのかなという感じでしょうか。 はい。ということで、えー、結論ですけども、広角ボーダーは64から68%と、ちょっと例年よりも幅を、えー、持たせたような感じになっています。これはちょっとですね、各社、えー、回答が割れている部分もあったりとかですね、ちょっと不確実性な部分も大きくてですね、えー、ちょっと、えー、こういうボーダーになってしまったと。えー 感じになりますねで64、68前後ですね、だから62とかいう方々でもですね、えー、ぜひですね、論文式試験の勉強は始めてしまってもいいかなと思います。えー、もちろんですね、財務会計論とか管理会計論とか。 えー、ダメだった場合、12月の担当式試験を見据えることができるような科目をまずチョイスしてですね、勉強していただければと思います。あと、蘇生法ですね。えー、こちら、合格した場合ですね、インプットをですね、早めにこう、回していかないといけませんから、蘇生法のケアもちょっと必要なのかなと思います、まあ。レックとかは圧縮の講座とかもあったりするんで、蘇生法は、えー、そちらの方を活用しながらですね、合格発表を待っていただければと思います。 えー、次はイベントの方ですね、ご紹介させていただきたいと思います。はいえー、論文式試験に向けた学習切り替え法、はいえー。担当式試験が一旦終わりました。あと3ヶ月しかない論文に対してですね、やはり頭を切り替えて、えー、どういうふうな勉強法をすべきかというのをですね、レクチャーさせていただきます。はいえー、6月2日木曜日、19時半から21時になっています、えー。こちらはですね、同時中継校。 えー、渋谷、梅田駅前、神戸、えー、札幌、静岡、名古屋駅前、えー、広島、長崎駅前、佐世保駅前で実施しています。Zoom、えー、で参加することも可能になっていますので、えー、この動画の概要欄からですね、ぜひ予約をして、ズームで参加も可能となっています、はいで。6月4日ですね、今週の土曜日、16時半から18時ですね、 特別の小学生試験を実施します。最大割引率が80%ということですね。えー、非常にですね、あのお得な割引が、えー、ゲットするチャンスになってますので、えー、ぜひご参加いただければと思います。この4日以外にですね、25日も実施するんですけども、どちらか片方しか参加できませんので、それだけはご注意ください。実施している学校は、やはり動画の概要欄の方に えー、飛んでいただければ書いてますので、そちらの方をご覧ください。はいえー、同じ日ですね、6月4日の、えー、小学生試験が終わった後の時間、18時半からですね、えー、今回の担当式試験の、えー、詳細な分析会を実施します。はい、こちらは、えー、生を渋谷駅前本校で実施して、それを同時中継します。梅田駅前、えー、神戸、札幌、名古屋駅前。 長崎駅前、佐世保駅前、新潟。こちらの方で実施します。はい、で6月25日土曜日16時半から、えー、同じく特別昇格生試験を実施します。えー、先ほどの6月4日とこの6月25日、いずれか片方しか受験できませんので、ご注意ください。えー、同じ日、6月25日18時半からですね、えー 担当式試験の合格発表の翌日になりますので、この担当式試験の合格発表後の12月に向けての対策のえガイダンスをやっていきます。えー、残念ながら今回の5月、ダメだった方向けのですね次の12月、どうリベンジしていくか、そういった対策のお話をさせていただきたいと思います。はいえー、生実施校が渋谷駅前です。 で同時中継が梅田駅前、神戸、札幌、名古屋駅前、長崎駅前、佐世保駅前、新潟になっています。はい。論文直前出題予想会、7月24日、18時から実施になっています。この7月24日はですね、レックの論文の模試の最終日、す、ね、べ、えー、ての科目が終わった後にですね、実施されるものになっています。 ぜひ論文式試験受験される方はご参加いただければと思います。えー、同時中継校ですね。渋谷駅前、梅田駅前、神戸、名古屋駅前、長崎駅前、佐世保駅前で実施です。えー、こちら z ズームでご参加することもできますので、動画の概要欄からですね、このイベントのところまで行っていただいて予約をしていただければと思います。 そして8月7日日曜日18時からですね、えー、主要校の論文模試が触れる論点洗い出し講座を実施します。レックを含む予備校4社のですね、論文模試を分析して取り扱われる論点を洗い出し、で、絶対に押さえておくべき重要論点をお伝えする講座になっています。はいえー、非常にですね、前回実施して、えー、人気のイベントになっております。 こちら同時中継が渋谷駅前、梅田駅前、神戸、えー、名古屋駅前、長崎駅前、佐世保駅前が実施します。ズームでもご参加することが可能ですので、動画概要欄からご予約のほどよろしくお願いします。はい 私からは以上になります。非常に寒暖差のあるですね、えー、日になりましたけども、非常に、えー、厳しい戦いだったとは思いますけども、本当に、えー、お疲れ様でした。ぜひですね、しっかり本日は休んでいただいてですね、えー、また、えー、今後どうしていくかのかと、ね、あの、レックでも、えー、どん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 、えー、個別相談会とかをたくさん実施していますので、ぜひ、えー、ご参加いただければと思います。 本日は以上になります。はい、ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。